足利市恥賀町にある手打ちラーメン麺一さんに来ています。手打ちだ。外観に駐車場ともに広いです。開店同時で私がナンバーワン、楽しみです。店内はこのような小上がり席に光が入って明るいです。広々とした店内です。そしてこちらにはテーブル席、ゆったり。卓上は餃子の味変メニューです。ランチはやっぱりお得だな。ラーメン変更も可能です。ラーメンは醤油、塩、味噌、ご飯物系も充実してます。うどんもあってびっくりです。焼き餃子350円、ドローン、6個入りで大きさは小ぶり。あんが詰まってるのが外から見てわかります。こんがり焼け目がいいですね。具が透けていて皮は薄めかな。おいしそう。それでは見てみましょう。ワンダフル。割ってみるよ。すぐ割れましたね。野菜が中心のあんです。ニンニクの香りもたまんね。それではいただきます。うわー、ニンニク効いてる。野菜の甘みもすごいです。やはり皮は薄めで美味しい。これ一口チャレンジ。入りました、入りました。ジューシーな餃子たまんねー。 C セットラーメン変更950円、ドロリン。こちらは味噌ラーメンに変更です。チャーシュー結構厚いですよね。タレもたくさんかかってて美味しそうです。こちらの味噌ラーメンも美味しそう。もやしやキャベツ、コーン、わかめが乗ったにぎやかな味噌ラーメンです。スープはどうかな。相方が美味しいを連呼しています。チャーシュー丼をもらいました。なんだかんだチャーシュー丼最強。肉肉しいチャーシューです。甘めのタレがすごく合います。お米にもタレはたっぷり。チャーシューの中はこんな感じ。これがうまいのよ。ご飯にもタレがすごいね。塩エビワンタン麺850円、ドロリン。初めて食べます。エビワンタン麺、ワンタンがたくさん乗って、具材にはわかめと絹さや、チャーシューは嬉しい2枚入りです。美味しそう。スープはどうかな。澄んだ色のスープです。麺はどうかな。手打ち麺が細っ、白めです。スープからいただきます。かなり優しい味わいです。麺はどうかな。喉越しのいい細めな麺。麺は柔らかめでスープに合います。細いからよく絡む。そしてチャーシューです。厚さもなかなかのものですね。まん丸チャーシュー、わかめもたっぷりです。珍しい絹さやです。そして太めのメンマ、食べてみましょう。塩気が少なくて好みのチャーシューです。わかめも食べてみるよ。この弾力食感が口の中で楽しい。絹がぶ、うーん、ラーメンに合うね。メンマはでかいよね。うまいわ。すかさず麺を行きたくなっちゃいます。初めて食べるエビワンタン、皮は厚めですね。もちもち、いただきます。口の中でエビの風味ドーン。中はこんな感じでエビがうまい、皮もちもち。餃子ごちそうさまでした。味噌ラーメンセットごちそうさまでした。エビワンタンごちそうさまでした。
それでは振り返りです。細めの手打ちが最高にうまい。餃子はニンニクが効いててパンチ系。わさびラーメンが人気みたい。次はそっち行かなきゃな。本日はごちそうさまでした。